パワードバイタムラビルズ。パワードバイタムラビルズ。マスタエリナ LFB レディオ。LFB レディオ。ライフ応援委員会。皆様こんにちは、マスタエリナです。田村義之です。アシスタントの岡野優太です。パワードバイタムラビルズ、マスタエリナ LFB レディオ、ライフ応援委員会。この番組は毎回住宅からファッション、 SDGs などライフに関わるゲストを迎え、タムラビルズが展開するライフファンボックス、人生を応援する住宅のようにリスナーの素敵なライフを応援する番組です。本日も東京タワーの特設スタジオからお送りしています。田村さん、岡野さん、よろしくお願いいたします。お願いします。そして今週のゲストは先週に続き西村智美さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。西村智美です。西村智美さんは1986年、映画ドン松五郎の生活で主演デビュー、さらに主題歌夢色のメッセージを歌い、アイドル歌手としてもデビューしました。その後は TBS さんまのスーパーからくりテレビにレギュラー出演するなど、バラエティ番組でも大活躍。2002年には日本テレビ24時間テレビのチャリティーマラソンランナーとなり、100キロ完走したことでも話題となりました。マスタエリナ LFB レディオライフ応援委員会、この後西村さんのご家族やプライベートのお話なども伺いたいと思います。オールリビング、タムラビルズグループの提供でお送りします。パワードバイタムラビルズ、マスタエリナ LFB レディオライフ応援委員会。今週のゲストは先週に続き西村智美さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。先週は西村さんのこれまでの芸能活動などについて伺ってきましたが、今週は西村さんのパーソナルな部分などもお聞きできたらなと思います。そして田村さんと岡野さんも聞きたいことが、ね、たくさんあると思うんですけれども。ですね、はい、お手柔らかに、ね、何でしょう答えられる範囲で、はい、ちなみに田村さん、これ聞きたかったみたいに、もう世代っていうふうにおっしゃってましたけれども、いや、もうなんかあの世代すぎて、西村智美さんと東京タワーでカッタ君の話ができるとは思ってなかったです。はい、私嬉しいです。感動です。はい、岡野さん、いかがですか。なんかあの100キロマラソンですよね。ご覧になっていただけました。もちろんですよ。嬉しいです。もちろんです。もう20年前になりますもんね。ちょうど走った次の年に娘が生まれて、もうあの今年あの成人式迎えたので、はい、そうなんですよ。ね、えあっという間ですね。であの時お世話になったあの坂本雄二先生って、あのマラソントレーナーの先生と、本当今でもすごくあの可愛がっていただいて交流させていただいてます。はい、100キロマラソンっていうのは誰もができることではないと思うんですけれども、なんか西村さんのイメージがね、100キロ走る人っていうイメージはなかったんで、私も不思議なんですけど、あの本当にあの中学まではやっぱり毎年毎年 3キロの、あのこう学校の周りを走るとかっていうマラソンありますよね。あれがもう嫌で嫌で、あの本当に熱が出ないかなってずっと思ってたぐらいだったんですが、それくらい私スポーツ特にマラソン苦手なんですよ。でそれがやっぱり14歳の時にもう東京に出てきて、でそのまま20歳になった時に、このまま大人になっていいのかしらと、全部事務所におんぶに抱っこでって、でもそれこそあの飛行機の取り方もわからないから、山口も帰ろうにも帰れないぐらいな、そんな状態で20歳になってしまったので、これはいけないと思って、でその時にじゃあ自分に自信をつけるためにも何かをしようと思った時に、あえて苦手なものに挑戦しようと思ったんですよ。でそれがスポーツがマラソンだったので、それであの最初にフルマラソンで、あのハワイのホノルルマラソンありますよね、はいはい、あれに挑戦したんですよね。でそういうのでその流れから、あのなんとあの、リレハンメルの冬季オリンピックの聖火ランナーもさせていただいたんですよ。こんな足遅いのに、もうそれありがたくて、そこの流れできっとお話が来たんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、最初お話いただいて真っ先に断ったんですよ。そうなんですね。もう私無理ですと。だってあれ、あの24時間テレビの最後をラスト飾るものですから、もしゴールできなかったらすごいプレッシャーですよね。で私はもうとてもじゃない、荷が重くて無理ですって言って断って、そしたらもう一回お話来たんですよ、すぐに。ですいません、本当にできませんからって言って2回断ったんですよね。だから3回目にとりあえず会って話してみませんかって話になって、でそのプロデューサーさんがもうすごい、もうあの本当に頑張って大丈夫だからって言って応援してくださったんですけど、いやそれでも無理です無理ですってずっと言ってたら、最後に
今まで会ってみない自分に会ってみないかって言われたんですよ。そのなんかこうねぐっとくるようなその言葉にちょっと惹かれて、分かりましたって言って、でももう皆さんをこう引っ張って私は走れないですっていう風に言ってたんですけど、そうじゃなくって皆さんが引っ張ってくださってその上に乗っかって運んでもらってるようなそんな状態だったんですよね、蓋開けてみたら。でも本当に常に毎日毎日稽古が、稽古というかレッスン、いわゆる練習が始まったんですけれども、1ヶ月間ぐらいしかなかったんですけれども、本当目で見えるところの範囲でも30人ぐらいスタッフの皆様がいて、見えないところでは300人いらっしゃるよっていうふうにおっしゃってくださってて、もうその中でプレッシャーと思ったんですけれども、もうとにかく皆さん至り尽くせりで、もう本当にもうゴールまで連れてっていただいたというのが本当そんな感じでしたね。ゴールしてみてどうですか、新しい自分に会えましたか。いやもうまず100キロのうちの本当に99キロまで行ったのに、もうその時にはもうやめてやめてやめて、こっから逃げて、全てを捨てて逃げたいっていうふうにしか思わなかったんですよ。もう無理だっていうふうに思って、逃げたい、もう芸能界全て捨ててでも逃げるぞっていうような もしかなくて、もう頭の中にはもう先生のその坂本先生の言葉しか耳に入ってこなくって、でもどうしようってサライが流れてるんですけど、もうそれどころじゃなかったんですよ。極限ですね、もう本当にそんな感じで、でも極限の中でも運んでいただいて、それでそのなんとか武道館までたどり着いて、で階段降りるのが本当につらかったんですよ。あ、もう足がもう震えちゃって、そうなんですよ。でこうその時に主人が支えてくれてたっていうのは気がつかなかったんですよ。そんなに。で次の日の新聞で、あれ、あ、横にいたスタッフ、すごい親切なスタッフの方って、あれ主人だったんだみたいな、そんなぐらいにもう朦朧としていて、だから最後ゴールした時に、普通だったら主人がせっかく横で応援してくれたので、普通は夫婦で入りますよね、私スタッフの方だと思ったんで、ありがとうございましたみたいな感じで一人でゴールしちゃって、もうそれぐらいなんかもう全然分かってなかったですね。沿道の声も聞こえてました、はい、もう最初はまだ余裕がある時はありがとうございましたって手を振ってたんですけど、私がすごい坂本先生にめちゃくちゃ怒られたんですよ、途中で。でなぜかっていうと、やっぱりまだ体力があるうちに貯金を増やしたいと思ったんですよね。でも先生の考えは同じペースで計算していかないと、その最初に無理が来ちゃうと後半に絶対にどっかしらに故障が出るから、絶対同じペースで、最初は元気な時ってスピード上げたくなるんですよね。でもそれは絶対やっちゃいけないってあれだけ言われたにもかかわらず、もうすいません今元気なうちに貯金で早く行かせてくださいって言ってスピード上げちゃった分だから、30キロの時点で膝に来ちゃったんですよ。ガクッと、もうそれ知ったらもうだから言ったことじゃないみたいな、だから言ったでしょみたいな感じで坂本先生にものすごく怒られて、すみませんって泣きながら、でその中でも足を引きずりながら、最後までこう連れてっていただいたっていう感じですね。一番苦手なことをそこまで極めたっていうのが本当にすごいな。パワードバイタメラビルズ、パワードバイタメラビルズ、マスタエリナ、 LFB レディオライフ応援委員会。なんか資格とかもたくさん取られていらっしゃると思うんですけど、はいはい、それも役に立ってる資格とか、はい、すごい面白い珍しい資格とかどんなものがありますか。そうですね、この間取ったのは資格ではないんですけど、検定なんですけど、お好み焼き検定っていうのを取りました。やっぱり山口県なので広島寄りのお好み焼きが好きで、でもやっぱりね大阪の方の、お好み焼きだったりとか東京だったりとか、それぞれなんかちょっと少しずつ違ったりとかしていて、全国のお好み焼きのことを学ぶ検定なんですか。学んだりとか、やっぱり関西と関東って違うのが、関東は客焼きってお客様が焼くんですよね。で関西は店焼きって言ってお店の方が焼くんですって。この違いなんだろうと思ったら、東京は、いわゆる場の提供っていうので、こう、お好み焼きを自分たちで焼きながらこう楽しく場を提供する場であるんですって。ただ大阪の方はとにかく関西の方っていうのは
すごいお好み焼き屋さんが多いから、うん、あの味で勝負するしかないっていうことで、それでお店の方が焼いて、うん、いろんな味をこう味を提供するっていうことで、味を提供する場なんですって。その違いだっていうのを聞いて、へえなんて思いながら、はい、いろいろとその美味しいお好み焼きの焼き方っていうとかも教えてもらったりとかしましたね。何年前ぐらいに取った資格なんですか？あ、ついこの間、あの1年に1回しか検定ないんですよ。ついこの間。そうなんですよ。なので、まあ、あの初級なのでね、まあ、ほぼ皆さん取られる、あの合格できるって感じなんですけど。でもう、はい、ね、あの手に職っていう立場ではない。もしかしたらお好み焼き屋さんでちょっとバイトできますかね。お好み焼き検定を受けようと思われたんですか？いや、これ人気あるんですよ。何が人気あるかって言ったら、なんと検定を受けるだけでお土産がいっぱいもらえるんですよ。お好み焼きの粉だったりソースだったり、はいはい、あの青のりとか鰹節、花がつおだったり、ホッピーまでもらえるんですよ。なかなかこんな検定ないですよね。それで人気があるんですけど、1年に1回しかないということで、これ逃すと大変なのでね。はい、そうなんですよ。はい、他の検定を気になります。すごく。あ、いろんな、そうですね、何でしょうね、持ってらっしゃったりしますね。これはそうですね、これはもう国家資格になるので、ね、あの小型の一級小型船舶持ってるんですよ。あ、私はあの船酔いするので。いや、船とかちょっと慣れると水恐怖症なので、あんまり海系のだからマリンスポーツ系のはあんまり正直そんなに関心はないんですけれども、やっぱ何かいざっていう時にと思って取っといた方がいいかなと。例えばね、あのこう、操縦士が倒れちゃったりとかしたら、あのこの中には操縦士いませんかって時に手を挙げられるようにでも船酔いされるんですよ。というのはこう車もそうですけど、運転する人はなんかそんなに船酔いしないっていうのを聞いて、とりあえず、でもまさか合格できると思わなかったですけどね。もうほとんどあの試験は運だけで受かってるような状態ですね。いやいやいや、でもその勉強するプロセスとか、はい、そういうのって結構お好きなんですか？はい、こう知らなかったものをしていくというか。もうこれは学生時代の時からのその一夜漬けっていうのは、自分で問題を作っていくのが好きで、で問題を作って答えをして、答えの方を隠して、はい、あの答えていくわ、はい、でそれが今度答えられたら、今度は答えだけを見てそれを説明していくっていうの、そういうので、あのいつもあの試験は受けてましたね。はい、テーマは変われて、今いくつぐらいお持ちなんですか？今56、増えてる。56ですかね。いや、もう何を取ったのかもう全然私も覚えてないです。パワードバイタムラビルズ、マスタエリナ、LFB レディオ、ライフ応援委員会。改めて、はい、すっごい美しいなって今日お会いして思って、なんとに、めちゃくちゃ変わってない、はい、もっとびっくりするぐらい、もうシワ大変なんですけど、何をされているんですかっていう。私だと温泉が大好きなので、温泉ソムリエマスター の資格を取ったんですけど、もう全国、それこそ世界中に温泉があるので全部制覇したいなと思っているんですが、やっぱりその資格を取ることによって、資格っていうかね、あのこう勉強することによっていろんな性質を学べるので、今まではあ、これ気持ちいいなこの性質はぐらいの感じだったんですけれども、今度は例えばあのこう冬で寒くなって冷え性だから、じゃ あの塩分の強い塩化物泉の温泉に入りに行こうとか、なんかちょっと体調が悪くなってきたから、じゃあちょっとラジウム温泉とかに使ってみようとか、なんかそういう風に体に合わせて温泉地を選べるようになったっていうのはやっぱり楽しいところでもありますね。やっぱ山口県はいい温泉地がいっぱいあるので。山口の温泉の特徴とかはあるんですか？結構やっぱりアルカリ性単純温泉で、すごくアルカリのトロトロツルツル あの温泉が多いっていうのと、あとラジウムあの温泉多いですね。そうすると何にいいとか、やっぱりあの万病の湯っていうふうに言われたりとかするので、結構あのこう体に良かったりとかするんですけれども、温泉の中で山口県でもすごく人気の高い温泉地がたくさんある中で、あの俵山温泉ってご存知ですか？私は初めて聞きました。
何ですか？長門市日本一。あ、長門市、そうですよね。はい、まあ長門もやっぱりね、それはもうもうね、あの湯田温泉や岩本温泉やらもたくさんいいところもたくさんあるんですけれども、あの田原温泉ってすごく絵に描いたような温泉街なんですよ。そこがすごく街中の雰囲気もとてもあって、あの結構あの温泉ソムリエ仲間には人気の高い場所ですね。湯治場ですもんね。湯治場やっぱそうなんですよね。昔からある。昔選手のキャンプ。はい。あ、うわあ、はいはい、そうなんですね。やっぱりケアするんですよ、とっても雰囲気がいいですよね、はい、外湯ですもんね。そうですよね、はい、ちょっと美容も温泉効果っていうのもやっぱりそうですね、はい、なんかこう私すごいこう気になるんです、有名人の方って温泉入りにくくないですか？私はガンガン入ってしまってて、例えばあのディナーショーとかっていうのはあのちょっとあの大分の方でしたんですけども、はいはい、ディナーショーってちょっとこう、まあ、歌は歌ってなかったんですけども、すごいドレス着てものすごいしっかりメイクをして、で皆様の前でねちょっとこうちょっとこうこんにちはみたいな感じでやるじゃないですか。その夜そこのあのホテルで泊まったんですよね。そしたらそちらのホテルにやっぱりお客様も泊まってらっしゃるんですよ。もうさっきまでドレスを着てたのに次はもう裸でお風呂場でお会いしてもうそこで話が盛り上がっちゃったりとかしてて、もうそういうこともありますけれど、でも基本私あのオーラがないんでしょうね。あの温泉地行っても全然バレないんですよ。いや気づいてるけど声かけないとか、もうなんじゃないですか。なんかお客様とかなんかあのロケかなんかで西村東京来てるらしいよみたいな感じで言われたりとかして、あ、そうなんですかみたいな感じで言っちゃったりとか、そうなんですよ、それぐらい気がつかれないですね、はい、いるわけがないって温泉、こんな温泉にそうかね、で私はどんどん声かけちゃいますしね、かけちゃうんですね、はい、やっぱり温泉の場っていうのはなんかその情報の、あ、そうなんですよ、コミュニケーションの場でもありますし、情報を得られるすごくいい場所なので、地元のここ何が美味しいですかとか、どこがおすすめですかとかっていうの聞いたりとか、普段どこ の, あの旅館あの、温泉地行かれてるんですかとかって、そういうのいろんな情報収集をしてますね。なんかもう身も心も裸で距離が近くなりやすいとかあるんです。いや私なんか温泉に1回アナウンサーになってから入った時に、はい、出際にいつも見てますって言われても、顔隠したりのか体隠したりのか分かんなくなって、いやみたいな出際にちょっと辛いですね。入った時に言ってもらえたらもうちょっと気をつけてたんですけどみたいなことがあってから、なかなかこう貸し切りしか入れないくなってしまって、あと潔癖症の方とかはね、やっぱりそのこう貸し切りだったりとか、お部屋についてるお風呂で楽しまれたりとかって方もいらっしゃいますけどね。私はもうガンガンもうあったらあっただけ、オープンに楽しんでらっしゃるんですね。もうあの元を取ろうと思うので、もう一泊二日だったら5回ぐらい入りますね。西村さんの肌を見たら温泉入りに行かなきゃなって思いました。うわー、そうやって嬉しいですね。あの特には酸の強い温泉とかもやっぱおすすめですね。そうなんですよ、結構私なんかも吹き出物ができたりとかするとすぐそういうちょっと、草津温泉行ったりとか、そういう酸の強いところ行ったりとかしますね。酸の強い、はい、覚えます。パワードバイタムラビルズ、マスタエリナ、LFB レディオ、ライフ応援委員会。お子さんももう二十歳になられたっていうね、はい、お話がありましたけど、二十歳の子さんいるように全く見えないですけれども、なんかどう、まあ、子育てもそうなると一区切りかなと思うんですけれども、はい、そうですね、まあ、そんな短い時間ではねなかなか伝えられないと思うんですけれども、子育てこうしてみてどうでしたかっていうか、あっという間でしたね。もうなんか娘に叱られて育てられ、だから私が育てられたみたいな感じですね。ママもうちょっとしっかりしてとかって言われて、結構娘の方がしっかりしてますね。なんかこう、はい、天然エピソードとかもねよくテレビでお話されてたりとかされますけど、子育てでもありましたか結構。ですね、私があの家族旅行を毎年行くんですけれども、どうしても角島に行ってみたいと。で角島はやっぱり映画のごく人気の高いところで、あの景色行きたいって話したら、主人がじゃあ行こうって言って計画立てて何年か前行ったんですよ、はいはい、私角島行ったことがないからって散々言ってたのに、角島のあるお店に入ったら目の前に私のサインがサインシールでまた来ますみたいな書いてあって来てたじゃんみたいなもうそういうのとか
本当にもう記憶がもう曖昧でね、そういうことよくありますね、はい、家族に突っ込まれましたか？そうですね、もう突っ込まれ、そうなんですよ、突っ込まれること多いですね。いいですね。で私山口あの行きたいのがやっぱり大島行きたいですね。あそこのあのタチウオの刺身とか、あと、ね、この間そう、あ、ゲストですか、ね、うわ、この番組でもその佐藤圭さんっていう、そう、どうでした、どんな味でした、いやいや、あ、食べられたんですか、ぜひ食べてくださいということで、あ、そうですか、食べてみたいのと、あとあのみかん鍋っていうのは有名なんですよ。どんな感じなんでしょうね。召し上がったことあるんですか。大島で、もう行ったらいろいろ堪能してみたいのがたくさんあるので、温泉ももちろんありますしね。そうですね。だからまだ地元の方でもまだ食べたことないようなグルメもたくさんね。はい、魅力がまだまだね、ありますね。はい、山口はもうとにかく魅力詰まってますからね。あの山口ふるさと大使をさせていただいている中で名所いつも作っていただいてるんですけど、そこですごいやっぱりあのすごい観光地の写真がすごい出て、本当にコンビナートやら何やらもういいところいっぱいありますよね。もう景色も綺麗なところが多いので、はい、もうまだまだ地元でもまだ知らないところとか行ってないところがたくさんあるので、はい、行きたいです。ぜひこう山口県での収録にも来ていただきたいです ね、 そうですね。ぜひ温泉巡りで一緒に温泉入れたらと思います。そうですね。ぜひ、はい、話しかけるんですか。あの今ね、あのほらあの、あの湯あみぎとかっていうのが今ね結構あったりとかして、やっぱりあのご病気とかでやっぱり裸をちょっとっていう抵抗がある方とか用にあのこういう湯あみぎが結構推奨されたりとかしてるので、ぜひ皆さんで混浴で入れたら。みんなどうですか、混浴も西村さん入ることあるんですか。全然入ります。露天風呂とかも入りますし、はい、そうなんですね。ぜひ今度はじゃああの温泉地からぜひ収録をさせていただければと思いますね。いいですね。温泉浸かりながら言われたりしてしまいましたね。行きましょう行きましょう行きましょう、はい、いや本当にちょっと楽しいお話たくさん聞かせていただきました、はい、さあというわけであっという間に時間が来てしまったんですけれども、はい、最後にこの番組はリスナーの皆様の素敵なライフを応援するをテーマにお送りしているんですが、西村さんからリスナーの皆さんにメッセージをお願いします。はい、そうですね、私はいつも心にあるのがやはりあのいつかを今にということで、とにかくいつかいつかっていうと意外とそのいつかって来なくて、であっと思った時にはもう間に合わなかったりとか、あ、やっとけばよかったっていうのはすごく感じることが多いので、でもいつかってできないっていうこと、今にできないってことは何かしら理由があるんですよね。それをいつもリストアップして、でなんでできないのか、じゃあこれをできるようにするにはどうしたらいいのかっていうところを探っていくと、意外といつかが今にできたりとかすることが多いので、皆さんもぜひいつかを今に変えて素敵なライフを送ってほしいなっていうふうに思います。すごい胸に刺さりました。いろんなこと言い訳にしながらいつかいつかって言ってたんで、今にしたいと思います。会いたい人にもぜひ会いに行ってあげてほしいなっていうふうに思います。はい、ありがとうございました。さあそれではここで1曲お聴きください。西村さん、リクエスト曲は何にされますか。はい、もう12、3年前ぐらいになってしまうんですけども、うん、実は40代の時にアイドル活動をしておりまして、南野陽子さんと森口博子さんと3人で、はい、ブルーミンガールズというユニットをやってたんですよね、うん、その時に出しましたシングルです。ブルーミンガールズでノックノックノック。最後に西村智美さんからのお知らせがありましたらよろしくお願いします。はい、番組に出演させていただきます KRY 山口放送の上田と女が吠える夜というすごい楽しいトーク番組、うん、はい、その中であの節約についていろいろと語っておりますので、もしよかったらご覧ください。2月28日水曜日放送です。楽しみです。はい、そしてもう一つイベントなんですけども、山口県宇部市であの3月23日土曜日お昼の1時半から山口県宇部のココランドにて常盤動物園のイベントがあります。そこであの、カッタくん物語っていうの、私もあのアニメ映画で声とかさせていただいたんですけれども、あのカッタくんを育てられたあの白洲さんとトークショーを行いますので、もしよろしければお近くの方はいらしてください。ぜひ皆さん足を運んでみてください。はい、これ詳しくは
はい、そうですね、あの常盤動物園のホームページに載っておりますので、はい、ぜひそれの方をご確認いただければと思います。皆さんチェックしてみてください、はい、そして番組からのお知らせです。岡野さんお願いします。はい、先週もちょっとお話しさせていただきましたアウトドアブランド DOD とのコラボの、はい、キャンパーの住処という住宅のオープンイベントですね、昨日今日明日3日間でやっておりますので、まだ一応完全予約制なんですけれども、まだまだあのご予約いただければと思いますので、今日この後でも明日でも大丈夫です。ぜひホームページをチェックいただければと思います。よろしくお願いします。バスルームとか気になりますね。アジスですね。はい、ぜひよろしくお願いします。すごい気になります。行ってみたいです、はい、さあというわけであっという間にお別れの時間となりましたが、田村さん、はい、もう世代ど真ん中という西村智美さん、はい、お会いしていかがでしたか。そうですね、中学生の時に見てた、うん、あの西村智美さんが目の前にいらっしゃるというのはちょっとまだ現実感があんまりない感じで、はい、でも楽しく時間でした。ありがとうございました。まあ、ぶち嬉しいっちゃ、はい、ありがとうございます。岡野さんはいかがでしたか。いや、なんか同じくですけどね、ちょっとまあ世代があれ、僕、まあ、あれかもしれないですけど、それでもやっぱスターじゃないですか、うん、まさか横に今いらっしゃるとは。いやいやいや、夢かもしれないですね。いやもう私ですいませんって感じですけれども。西村さんをこう目の前にしていると、なんかこう子供の時からこう親と一緒にすごく楽しみにしてテレビを見てた時間とかも思い出したりとかして、あ、嬉しいです。実物みたいな。なんかこれ帰ったら親に報告しないとなみたいな。お母様によろしくお伝えください。させていただきます。お会いできて嬉しかったです。今日はありがとうございました。さあというわけで本日のゲストは西村智美さんでした。ぜひまた遊びに来てください。ありがとうございました。この時間のお相手は増田恵里奈と田村義行がお送りしました。岡野さんもありがとうございました。ありがとうございます。それでは来週もこの時間にお会いしましょう。さようなら。オールリビング田村ビルズグループの提供でお送りしました。